東京福島木の自宅書斎で聖書研究をする内村鑑三。聖書の研究は1900年より1930年まで刊行された日本で最初の聖書雑誌である聖書の研究第100号記念館社会内村鑑三は1898年5月22日に1万長方を退社して同年6月10日東京独立雑誌の主筆として 雑誌記者になる。東京独立雑誌で、内村は、社会、政治、文学、科学、教育、宗教上の問題の評論を始めた。しかし、1900年7月5日の第72号をもって、突然廃刊した。内村は、東京独立雑誌の最終号に、聖書の研究を、創刊を広告した。内村は、アマースト大学時代から、 聖書の研究という名前の雑誌を交換したいと考えていた。1900年10月3日に第一号が刊行された。総刊号では、漢話、説教、聖書の講話と研究などを主筆の内村勘蔵が執筆している。他には、田村直信、住谷天来、吉野画城などが執筆している。書号の三千部は完売して、再版を出している。 東京独立雑誌が義を説くモーセの立法ならば、聖書の研究は愛を伝えるキリストの福音であると内村は見ていた。内村肝臓が1930年3月28日に没した後、遺言によって357号にて収監された。ありがとうございます。